中年オタッキーです。ちょっとね、撮影場所実は前回と同じところで、2本連続で撮影してるんですけどね、だからね、また後ろにね、走行音が入ってしまうんですよね。これ待機場所でちょっと車道沿いなんでね、でね、今回の動画なんですけども、雑談ということでね、2つほどね、取り上げたいネタがあるんですね。まあ、取り上げる内容はまあタイトルになってますけど、その手の話をしてまいります。それでは動画スタート。はい、最初にね、取り上げるネタっていうか紹介する話はね、映画の話ですね。朝だけっていう映画今公開されていると思いますけども、このね、朝だけの紹介をね、なんとか、やってくれないだろうかって話もあって、まあ僕も紹介したいと思ってたんでね、紹介することになるんですけども、本当はね、本格的にね、東宝さんにね、許可をもらいまして、で、その、なんていうんですか、紹介動画、予告動画とかも取り込んでね、本格的に紹介の動画を作ろうと思ったんですけど、それはやめにしました。なぜかというと、もうね、情報番組とかでね、バンバン紹介されてるんですね。僕が紹介したところでね、あんま変わんないだろうから、そんな本格的に紹介しなくてもいいだろうと。そんな感じでね、思ってね、本格的にね、は作らないんですけど、まあ、ざっくり言いますね。すごく良い映画でした。邦画結構、邦画めっちゃ好きなんですよ。で、Amazon プライムビデオに入ってね、プライム扱いになっててね、無料の邦画をバンバン見まくってるんですけど、その邦画ってね、多い、よくある邦画の内容でね、つかみづらい。その、なんですか、始まって30分ぐらい経っても全体像がつかめないとか、流れがわかんない映画がすごく多いんですね、邦画ってね。あと、そのカットが短すぎてわけわからない、コロコロ場面が変わってね、その分かりにくい、その映画も多いと感じてますね。その作ってる監督さんとかのね、こだわりとかもあるんでしょうけどね、その芸術性とかにね、こだわりすぎてて一般人がわけわからないっていうね、映画ではね、受けないと僕は思うんですね。で、その朝だけに関して言えばね、もうつかみは即ですね。もうとにかくスッと入れます。わかりやすいです。でね、皆さんが僕のチャンネルを見ている方は大好きなカメラもバンバン登場します。写真もバンバン登場します。笑いあり、涙あり、感動ありでね、なかなかいい映画でした。見応えがありました。2時間10分ぐらいの映画だったのかな、ちょっとはっきり覚えてないけど、すごく短く感じました。で、映画を見ながら思ったことといったらね、やっぱりね、写真はプリントしなきゃダメだなって思いましたね。なんかあちこちでね、そのプロの方とかも、もう写真はプリントする意味がないとか言ってる方もいますけど、そんなことはないと思います。写真はね、プリントしてこそ写真です。デジタル写真でね、そのモニターで見るとかね、あれ写真じゃないと僕は思ってます。あれはデータです。やっぱね、紙にプリントして、作品です。それで特にね、その銀塩プリント、北村さんとかね、そのミニラボを置いてるお店でね、銀塩プリントを注文すると、洪水にあったりね、大雨で台風で家が倒れてずぶ濡れになったりしてもね、写真ダメにならないんでね、やはりそのデジタル写真でもね、銀塩プリントのお店に持っていくと濡れてもね、大丈夫な、銀塩プリントでプリントしてくれますんで、その特に家族写真とか大事な記念写真とかね、そういうのはね、銀塩プリントで残すのがベストだと思いますね。データだけで残してるとなくなってしまいますよ。まあ今日はね、ちょっと脱線しましたけど、朝だけの紹介しました。で、次のネタはね、嫌なニュースですね。ニコン F6 の販売が終了するという、情報が散見されます。これね、ニコンのサイトにとりあえず行ってみたらね、F6 まだね、ラインナップに並んでるんですよ。だから販売はまだ継続してるんですけど、
火のないところに煙は立たずと言いまして、オリンパスがカメラ事業をやめるっていう話も、最初はガセネタだったっていう話だったんですけど、結局本当だったっていうことで、カメラ事業をオリンパス売却しちゃいましたよね。そんなわけでね、僕はね、これ多分その本当なんだと思ってます。ニコン F6 ね、新品で欲しい方は今のうちに買った方がいいと思います。まだね、ニコンのサイトにはね載ってるんで、まだ手に入るんじゃないかな。で、結構ね、カメラ系 YouTuber で有名な方とかがね Twitter でつぶやいてますね。多分本当なんだと思います。というわけでね、もうニコンはね、F6 だけになってたんですね、当初ね。フィルムカメラ F6 だけの販売になってて、F6 がなくなると、日本メーカーのフィルムカメラがとうとう絶滅するという、ことになってしまいます。で、入手できるフィルムカメラは、ホルガとか、コダックのトイカメラとか、あとはライカですね。ライカの MA だったかな。めちゃくちゃ高いですけど。もう新品で買えるフィルムカメラはここまでになるんですね。で、新品で買えない、新品が出てないということはいずれ終焉していくってことになります。機械ですから必ず壊れていきますから。ただ機械式のこの一眼レフカメラ、レンジファインダーカメラ、フル機械式のやつは修理をしながらだと100年単位で持つとは思うので、まだフィルム写真できないことはないんでしょうけど、まあ、新品で販売がないとなると、やっぱり徐々にフィルム消費も落ちていくんで、これは結構危機的な状況にはなってくると思いますね。レンズ交換者は、レンズ付きフィルムか、まあ、いわゆる映るんですの類が存在する間はカラーフィルムは存在しますし、フォーマが潰れない限りはモノクロフィルム以前から言ってますけど、フォーマが倒産しない限りはモノクロフィルムもね、まあ、存在し続けるでしょうけど、その体制がどんどんね、縮小していって現像とかに困るっていう話もありますしね。で、リバーサルフィルムなんかはね、もう早々に絶滅していきそうで心配です。映画業界はね、フィルム回帰が実は進んでいるんですよね。まあ、ハリウッド映画とかはね、バンバンフィルムに戻ってるって話を聞きます。これ理由はなんだかよくわかんないですけど、僕的に考えて、やっぱね、そのリバーサルフィルム、映画用フィルムとデジタルで比較した場合、リバーサルフィルムに勝てないんですね、デジタルデータ。デジタルはね、もう全然ね、ディテールが違うんですよ。普通にね、普通の場面を撮るとほとんど差が出ないんですけど、まあ、例えば原色一色ばっかりとかね、例えば真っ赤な背景に真っ赤な服を着た女の人が登場したりすると、もうね、デジタルは溶けちゃうんですよね。まあ、黒でも白でも一緒ですけど、原色にね、リバーサルフィルムが圧倒的に強いんで、まあ、その辺はね、もう分かってね、とてもそのフィルムには勝てないということでフィルム回帰していってるんじゃないかと僕は思います。まあ、これはね、リバーサル写真以前ね、まあ、紹介しましたけど、リバーサル写真とデジタル写真をね、比較した、動画作ってますけどね、原色に関してはね、もうぶっちぎりリバーサルが上なんですよ。赤い花が連なってたりするともうデジタルは全然ダメなんですよね。まあ、黄色でもそうですけど、まあ、そういうわけで、なんでね、そのデジタルが、リバーサルを超えれないのか不思議なとこなんですけど、ね、こんだけ技術が上がってきてるのに、未だに超えれないっていうのは不思議といえば不思議なんですけど、ベルビアのね、50のフィルムの色なんかデジタル的にはね、いくらフォトショップでいじっても絶対出ないって言っていう人が結構いるんでね、まあ、再現できないんだろうと思いますね。まあ、こんな今日の動画はね、ちょっと短くなります。こんな感じになるんですけど、まあ、朝岳の方はね、今ちょっと、この動画を公開する時点では多分台風の影響が多少、あると思うんですけどもね、台風が来てるからね、人手が少ないと思うんでね、感染リスクが少ないんで、ぜひね、ぜひぜひ台風の日に見に行ってください。ただしね、洪水とか暴風とかには十分気をつけてくださいね。電車止まるかな。で、とにかくね、いい映画です。ね、60代以上の人なんかはね、安く見れますし、若い人でもね、全然ね、
いける映画で、若い人でも年取った人でもね、全然いける映画です。で、このさ、朝だけの映画にね、カメラが何台か登場しますけど、ニコFE だったかなと、バケペンが出てくるんだったかな。でね、まあ、その手のカメラの値段がね、ぐんぐん上がっていくような気がして心配です。まあ、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。次の動画はね、多分ね、チャンネル登録者1000名超えていくと思うんで、あ、ちゃうわ、3000名。1000名なんかとっくに超えてるよ。3000名超えていくと思うんで、カメラプレゼントを兼ねた、キャノン FT、FL28mm で、撮った写真を紹介しながらね、カメラプレゼントの動画になっていくんじゃないかなと思いますが、そんなわけでね、チャンネル登録どんどんお願いします。でね、高評価コメントどしどしお願いします。高評価は本当にポチッと押すだけなんで、ぜひお願いしますね。コメントの方はね、コメント返し多分ね、追いついてないと思うんですけどね、ちょっと時間がなかなか厳しいんでね、その辺はちょっとご了解くださいませ。コメントどしどしお寄せくださいませ。それでは今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それではごきげんよう。さようなら。